こんにちは、伊藤です。森です。今日は館内のおひなさまツアーやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、伊藤さん、はい、逆でしたね。じゃあ張り切ってツアー行きましょう。こんにちは、蘭亭内ひな壇前から中継しております。こちらがですね、当館で一番大きなひな壇と置物になってます。毎年ですね、この時期ひな祭りの1ヶ月ぐらい前から大きなひな壇を飾っております。本当にね、上に大きなお内裏様とおひな様がいて、ちなみに値段も結構するそうなんですけど、そちらをシークレットでお願いします。以上、ひな壇前から中継でした。この後館内回っていきます。はい、伊藤さんからまして、私森が玄関前に来てます。玄関前のおひなさんを見てください。音楽付きですよ。素敵ですね。このおひなさまで皆様をお迎えいたします。それでは次のおひなさま巡りいきます。はい、蘭亭最後のひな祭りツアー3カ所目にやってきました。わあ、すごい。3つとも全然違うおひなさまで、これはこれで味わいがあって素敵ですね。そうなんです。ここだけ実はおことがあって、非常に森さん触っちゃダメです。これははい、ダメです。お手を触れないようにお気をつけください。では皆さん、こちらひな祭り3月3日までしか飾っておりませんので、その前にぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。